はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、集客コンサルタントが入塾3週間で168万円売り上げた方法ということについてですね、金子さんと一緒に動画を撮っていきたいなと思うんですけども、金子さん本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。でまず早速なんですが、お名前は、金子ゆきさん。はい、金子ゆきです。金子ゆきさん。はい、金子さんは現在どちらのご地域でご活動されていらっしゃいますでしょうか。はい、今は名古屋です。あ、名古屋でご活動されていらっしゃると。はい、ありがとうございます。今やられている職業、まあ、簡単に差し支えない範囲で構わないんですけど、どういった活動をされていらっしゃいますでしょうか。はい、はい、今はですね、実はまだちょっと会社員もやっておりまして、うん、なるほど。はい、でとはいえもう3月末に退職することが決まっていて。おめでとうございます。はい、でそのための準備ということで、うん、はい、集客コンサルタントということで、うん、まあ、美容サロン様だったり、まあ、いろいろスクール様とか、まあ、特に業種は絞っていないんですけど、そういった方たちの売上アップ、集客支援のコンサルタントとして、まあ、今もやってますし、これからもそこで独立していきたいなと思ってました。うんうん、素晴らしいですね。実際に、まあ、その企業に向けて、例えば準備された期間だったりとか、そのマーケティングっていうところを実践していく、はい、学ぶにあたっての期間っていうのはどれぐらいですかね、今現時点で。はい、そうですね、それこそ独立したいなと思い出して、うん、多分でもここ1年ぐらいはずっといろんな情報を探していたんですね。なるほど。いろんな、はい、勉強っていうのをしていたんですけど、うん、どれもピンとくるものがなくって、うん、それで本当に11月ぐらいにたまたまこの北野さんの塾のっていう案内を見て、それで12月から本当に始まったばっかりっていう感じです、うんうん、なるほど、ありがとうございます。まあ、ちなみにうちのアカデミーにまあ結構入られたきっかけっていうところもいつも聞きしてるんですけれども、なんかピンと、はい、他のがピンとこなくて我々のところをまあ選んでいただけた何か決め手となったものとかがもしあればですね、はい、こちらも教えていただきたいなと思うんですが、どういったところが。はい、はい、やっぱりポイントはそのインスタグラムと LINE アット、うん、あとこれほどまでにこう上手に YouTube 使われてる先生ってなかなかいらっしゃらないなっていうところが大きなポイントでしたね。あ、なるほど。 YouTube の使い方が結構上手だなというふうに思われたわけですね。そうですね、今その会社員の会社を勤めてるところでは、はい、まあ、広告のところに勤めてるんですけど、なるほど。それで割ともっと大きい雑誌とか大きいメディアの、うん、を使ったマーケティングっていうのをやっていたんですね。そうで、そこにいながら、うん、やっぱりとはいえそのインスタの活用とか、はい、YouTube とか、うん、もう今ってこう大手に任せてる時代じゃなくって、うん、もっと個々でそれを学んでできるようにした方が結果生き残るだろうなっていうのをすごく感じていて、うん、で必要性を感じていたので、そうやってこう教えていただける内容的なところの、まあ、キャッチとかっていうのがすっごい刺さりましたね、自分には。あ、そうだったんですね。はい、なるほど。はい、かしこまりました。じゃあ次に早速、まあうちのアカデミーに入っていただいてどれぐらい実績が出たのかとこう聞いていきたいなと思うんですけども、まず今インスタグラムの方ってフォロワーは何人ぐらいですかね。ですね、フォロワーもまだ1000ちょっとなんですけど、うん、まだあれですよね、うちのアカデミー入られてからスタートしてからまだ1ヶ月ぐらい。そうです、立ってないかな、それぐらい、1ヶ月ぐらいですね、本当に。はい、それでもう教えていただいたやり方で、はい、毎日ちょこちょこフォロワーを増やしていってっていう感じだったので。なるほど。投稿も変えていってって感じでしたね。じゃあ今1000フォロワーちょいって感じですかね。はい、そうです、そうです。なるほど。多分まだ自分の普通の写真というか元のアカウントの情報がちょっと残ってるぐらいのまだ感じなんですけど。なるほどですね。じゃあ今 LINE アットの方はどんな感じですかね。 LINE アットも、はい、まだ実は今週、うんうん、今週立ち上げたばっかりぐらいな感じで。なるほど。でそうですね、まだ人数的には少ないんですけど、うんうん、でもそこからすごいその私以上に著名な方、本を出されてる方からのなんか連絡をもらったりとか、なんかすごい面白いご縁があって、著名な方から LINE でメッセージをいただいたりとか。はい、うんうん、なるほどですね。まあ、著名な方でもちょっと気になるところではありますけれども、まあここはちょっとトップシークレットということでね。OK が出たら、はい、OK です。なんか売上面でいうとどんな感じですかね。
売上面で言うと、まずその集客コンサルタントとしてのコンサルフィーの契約で、はいはい、法人3社と契約、はい、あ、そうですね、もう法人さんをターゲットされていらっしゃってて、はい、で法人さんからも契約をいただけていると。はい、そうです。それが、4社ですね、はい、あ、それ 今で言うと、まあ、4社っていう、そうです、ね、そこでトータル の、 その金額っていうのが、うん、そうですね、あ、すみません、コンサルティングが4社で、あと1個物販プロデュースさせていただいているところがあって、はい、うんうん、でそこもまだ1ヶ月なんですけどかなり良くて、うんうん、でトータルの売り上げ自分自身のコミッションとか報酬が168万円っていう感じですね。なるほどなるほど。いや、すごいですね。なんか1ヶ月で経たないうちにもほぼ3週間ぐらい、1ヶ月経ってないぐらいですよね。そうですね。168万円。年末年始もあって、あれだったので、特に。なんか以前ビジネスとかで、会社員のお給料以外でなんかその収入を得たりとか、売り上げを上げられたって経験とかはあったりされたんですか？今までは。は、あるんですけど、はい、例えば、土日に結婚式の司会の仕事とか。ああ、なるほどなるほど。はい、なんかそういう単発でできる仕事っていう感じだったので、うん、なんかこんな額まとまっていただけるお仕事っていうのが、うん、ちょっと正直どうしようっていうか、びっくりな感じですね。びっくりですよね。むしろびっくりですね、はい、なるほど。まあ、実際そうですね、制約した流れとしてはどんな流れで契約まで至ったっていう感じですかね。はい、まあ、少しこう関係性のある法人様たちだったので、うんうんうん、でその法人さんたちのこうこれからのビジネスの在り方とか進むべき方向っていうところに対して、このインスタの集客とか LINE アット、うんうん、YouTube っていうのがすごく使えると思っていたので、うんうん、もうダイレクトに、まあ、私はこう提案をさせていただいて、でかつ私のそうインスタっていうところも見ていただいて、うんうん、それでまあ、次々決めていったっていう感じではありますね。なるほどですね、はい、まあ、実際その集客する内容とかは、うちのアカデミーでお伝えしている内容とかもその吸収していただいて、もう金子さん自身のパッケージ商品として教えていただいてるっていう、まるっと教えていただいたことをやらせていただいてるだけなので本当にありがたいです。ぜひね、今度が見てくださった方もそうなんですけど、こう、まあ、僕らの、アカデミーでお伝えしているノウハウを、デフォルメして自分の商品にしたいっていうところで、うちのアカデミーね、入学される、生産とかも、結構いらっしゃるんですけれども、こういう感じでノウハウを吸収して、これ実際僕自身のスクールじゃなくて、他の人の、例えばスクールとかコンサルでもそうなんですけど、その人から例えば学んだことを、っていうのはもう自分の、まあ、財産になるので、まあ、それをどんどん自分の商品としてブラッシュアップしていくっていう意味では、すごいなんか自己投資の仕方としては僕もすごいなっていうふうに思いますね。うん、だ僕も未だにね、結構コンサルとか結構いろいろ受けまくったりしてるぐらいなんですけれども。ああ、そうなんですね。はい、ここ5ヶ月ぐらいで800万ぐらい使いました、はい、すごいですね。でもそれ4倍になって帰ってきてるんで、まあ、費用対効果ってとこですね、自己投資は。そうですね、はい、そしてパッケージ化と。なるほど。まあ、ここの結構スクールで学んだノウハウを吸収して自分の商品としてパッケージ化するって、これ結構斬新なアイデアなんじゃないかなというふうに思うんですけども、はい、うんうん、もう金子さん見事にそれをもう体現されていらっしゃると。いやー、 でも、やっぱりインプットと同時にやっぱ教えるってなると、はい、それを仕事としてやるってなると、もう学ぶ感覚が半端なくこう深くなってくると思うんですよね。うん、なので、もうやるしかないな、ということで間違いないですね。はい、じゃあ、次に、まあ、この実際今インスタグラムでも1000人フォロワーぐらい1ヶ月以内に集客できているというところで、まあ、何かそのインスタグラムでフォロワーを集められているその秘訣だったりとかですね、まあ、あとは金子さん自身が営業をするときとかになんか気をつけられている営業のポイントとか、そういった点について次聞いていきたいなと思うんですが、はい、はい、まずインスタグラムからですね。今ちょっと画面のこちら側に金子さんのインスタグラムをですね、ちょっと載せさせていただいてるんですが、現在フォロワーが1031フォロワーといらっしゃるということで、はい、はい、今金子さんこういう感じでインスタグラムを構築されていらっしゃるんですが、どういったところに金子さん的には気をつけて投稿とかされていらっしゃいますでしょうか。はい、そうですね、もう本当愚直に教えていただいたことをもう、はい、コツコツ一日一日
やってるっていう感じですよ、本当に。もうなんかほぼ結構もう北山さんのもうパクリじゃないですか、正直。あ、まあモデリングってことですね。見た感じとかモデリングです、本当にモデリングです。本当にモデリングなんだけど、まあ、私が今広告の会社にいることで、あの学んでることとか、そういう立場から見てもやっぱりこのインスタの活用とか個人が集客するってすごい大事だよねとか、ちゃんと自分の良さを発信するってすごいあの夢があるよねっていうことを、まあ、プラスアルファ私なりに書いてます。あ、なるほど。じゃあお客様に結構未来を見せるような投稿っていうところを結構意識されていらっしゃるって感じですかね。はい、してますね。これめちゃめちゃ重要ですよね、未来を見せる投稿。はい、まあ、あと私あの実は子供さんにいるんですね。あ、そうなんですね。そうなんです、シングルマザーでちょっと頑張らないといけないんですけど、なのでまあそういうちょっと、あのプライベートなところも入れながら、はい。あ、確かにプライベート系のね投稿とかも、こういう、これはお花見のお写真ですかね。お花見。お花見。あ、あの3人並んでるやつですか。あ、なんかあの庭園で金子さんが写ってるお写真が。あるんです。どれか分かんないっていう。はい、あ、ちなみにこれ3人写ってるお写真はあれですね、娘さんとそうですお出かけされた時のお写真って感じですね。そうですそうです、うんうん、こういうプライベートの発信とかってすごい重要ですよね、インスタグラム。そうですね、はい、プライベートそのやっぱり営業していく上でもやっぱ人となりをうまく見せていった方がすごくでかいかなと思いますね、人柄。これからの時代ってね、やっぱり物がいいのは当たり前で、プラスアルファでやっぱその人だから買いたい、あなたの人柄に惹かれてあなたから買いたいって言われる時代だからこそ、こういうプライベートの発信っていうのもすごい意識をされていらっしゃると。はい、うん、これね、ぜひこの動画見てくださって皆さんも参考になると思いますね。そうですね、うん、なるほど。何か営業とかで金子さん自身が気をつけられていらっしゃる点とかってありますかね。はい、はい、営業はやっぱりまずお客さんの本当にニーズを、本当初回はもう聞いて聞きまくって、いかにその方の未来に対して自分もワクワクできるかっていうことですし、そこを共感した上で、じゃあ私だったらこれができますよ、でこれをすることできっとこんな未来があの得られますっていうのをもうはっきり宣言しますね。一緒に頑張りましょうと。はい、まずニーズを聞く、そして次にそれに共感した上で、はい、で相手が欲しいものを手に入れてあげられる自分になるってことですね。相手が求めているものを手に入れてあげられると、はい、私は手にそれを叶えてあげることができると、うん、もうお客さんにとって自分が救世主になる、それをしっかりと言語化して相手に伝えてあげるっていうところがやっぱ重要と。はい、うん、そうですね、はい、なるほどですね。結構あの金子さんって昔から営業とかもうめちゃめちゃ得意だったりとかされてたんですか。いや、営業は私、はい、営業嫌いなんですよ。営業嫌いなんですよ。私広告部署だからあんまり営業とかってあんま行かないですよね。どっちかっていうと。いや、行かないといけないんですけど。行かないといけないですね。営業がすごい嫌いすぎて、はい、営業嫌いだったんですね。大嫌いです、大嫌いです。でもあのマーケティングの仕事とかこういう分野の仕事って、なんか営業のようで営業じゃないと私は思うんですよね。あ、なるほど。営業だけど営業じゃない。うん、というのは、はい、あの営業って本当に1日100件とか電話かけたり飛び込んだりする世界なんですけど、はいはい、でもこういう SNS のこういうマーケティングって欲しい人を見つけてというか、まあ、欲しい人と欲しい商品をこうマッチングさせるというか、なんかそこに無理がないじゃないですか。すごい自然にこう見込み客からファンになっていただいて商品買っていただくだから、なんかすごい自然じゃないですか。確かにね、自分の商品をもう買いたいって思ってくださってお客さんが自然に集まってくるから、もう買いたいって言ってるお客さんに対して別に何の説得もいらないよね、むしろこういう感じでうちはやってますよ、あ、じゃあやりますっていう、はい、スムーズな流れができてるっていう感じです。そうですね、むしろ多分そこのプロセスがしっかりできたらもう営業ってむしろいらないんじゃないかなってすごく私は思いますね。いや、本当金子さん今おっしゃってたと本当に僕もすごい共感してるんですけれども、あのピーター・ドラッカーさんっていう、まあ、有名なあの商業行動学の学者さんがいるんですけど、その彼も言ってるんですけど、いわゆる優秀なマーケティングはセリングを不要にするっていうふうにあの言ってるんですね、彼の場合。まあ、いわゆるそのマーケティングができていれば、まあ、セリング、セールスっていうのはもうほとんど必要ないと。例えば嵐の例えば松潤が
嵐のコンサートのチケット売るために一人一人テレアポでめっちゃ営業してるかって言ったらもうしてないですよね。いらないお客さんからも来るみたいな、もうチケット取れないみたいな、もうそういうイメージですよね、はい、うん、そうですね。そう、お客さんが自然に集まるプロセス、これがもうマーケティングであると。うん、うん、そう思いますね。私それを作りたいなと思って、うん、多分お客様たちにプレゼンしてる感じですね。うん、なるほどですね。結構ね、今回営業の部分に関しても結構ね、濃いお話が聞けたんですけれども、次に、うちのアカデミーに入る前と後での、まあ、なんか心理面的な変化とか、まあ、売上面的な変化とか、まあ、ところについてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、まずビジネス面的な変化としては、まず入る前っていうのは結構集客面とか売り上げっていうところだとどういう感じだったんですかね。そうですね、もうむしろ本当に不安でしかなくて。不安でしかない、はい、会社を辞める、はい、独立しようっていうのを決めて動いてはいたんですけど、はい、それでもなかなか収入にならない。それこそ5万10万取っていくのがやっとだったんですね。で、自分としてもやっぱり自信がなかったんですよ、すごく。なんとなくできそうかなと思ったけど、でも確固たるものがなくて。なるほどなるほど。だけどここでしっかり学ばせてもらってることで、あ、うん、これだったらいけるなっていう、やっぱそういう安心感とか、うん、そういう気持ちのところでもやっぱ自分のモチベーションだったりがぐっと変わってきましたし、うんうん、なんかもう今は本当に自信いっぱいって自分で言うのもちょっとありなんですけど、でも本当にね、え、1ヶ月なんですけどね、すごいなと思いますね。まあ、実際それを体現されて、で結果に結びついてるから、よりそれがね、自分がやってきたことは間違ってなかったっていう自信につながってるっていうのが大きいかもしれないですね。はい、うん、素晴らしいですね。じゃあ昔、例えば心理面的な変化とかプライベート面的なところで言うと、まあ、何か変化とかってありますか。心理的な、いやでもやっぱり本当にその1ヶ月前ぐらいの自分は不安でいっぱいだったというか、うん、サラリーマン辞めたいのはいいけど、じゃあどうしていこうっていうところがすごくでかかったんですけど、うん、でもあ、これならいけるなっていうのが見えてきて、かつ私子供がやっぱり3人いて、うん、まだ一番下の子ちっちゃいので、うん、なんかそういう面でも今後このオンラインでのお仕事っていうのにもう完全にシフトできるっていうのはすごいありがたいことだなって思って、はい、うん、そういった面でもちょっと、まあ、今後より一層プライベート面では子供との時間とかを優先して、はい、だけど収入をしっかり作っていくみたいなことが、なんか本当夢とかじゃなくてもう叶っていくんだなっていうのが見えてる感じですね、うん、なるほどですね。これからしたらご家族との時間っていうのも大事にしていきたいと。はい、うん、なるほどです。はい、じゃあ、お次のですね、質問なんですけども、金子さん自身が、まあ、私北野のことを初めて見た時の、まあ、ぶっちゃけのこれ打ち合わせとか一切してないんですけども、第一印象ちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、ぶっちゃけで構わないんですけど、まあ、僕に対してどういう印象を最初持ってたのかなっていう、まあ、これ結構人によって本当に違うんですよ、うん、まあ、金子さん自身的にはどんな印象を持たれてましたか。いや、でも最初から割と私いい印象でしたね。あ、本当だったんですね。そうなんですね。はい、あ、最初からいい印象だったと。最初からいい印象。ありがとうございます。やっぱりそのやっぱこう若くしてこう成功されてるというか、これだけされてるなっていうのはすごいなと思いましたし、でそこから興味を持っていろいろ動画とか拝見させていただいたり、はい、文章を読んだりしたんですけど、本当その動画の数とかもすごい半端なかったし、すごいいろんな努力をされて今に至ってる方なんだなっていうのが、多分すごいなんか好印象というか信頼できるなっていう一番のポイントでしたね。そうだったんですね。はい、はい、ありがとうございます。なんか結構昔の心理学の講座とか、はい、なんかそれ系のすごい再生回数が低いものから高いものから、そこまで見られたんですけど、逆にちょっと昔の動画見られるの恥ずかしい感はあるんですけど、そんな昔まで遡っていただいたんですね。間違いないなっていう気がしましたね、はい、ありがとうございます。はい、はい、なんか中には結構北野さんって結構怖そうな人だと思ってましたみたいな第一印象で、いろんななんかね方がいらっしゃるんですけども、はい、聞いてみると結構面白いもんですね。これはただ僕の興味本位でちょっと印象をいつも聞いてるってだけなんですけど、はい、なるほどなるほど、かしこまりました。
じゃあ、これが最後のですね、金子さんに対してのご質問になるんですけども、はい、まあ、うちのアカデミーに入る前の昔の当時の自分に、まあ、何か今の自分から一言投げかけてあげるとしたら、どんな言葉を投げかけてあげたいと思いますか？いや、もうチャレンジしてよかったねってすごく褒めたたえたいです。チャレンジしてよかったと、そうですね。まあ、実際ね、うちのアカデミーとかも結構別に入学金とか別に決して安いっていう金額ではないと思うんですね。ってなった時に、まあ、そこでなんか一歩踏み出せたきっかけというか、なぜ一歩踏み出したのかっていう、なんか原動力となる決め手とかって何かありましたか？最後の決め手って。そうですね。いや、もう正直全然お金もなかったですし、子供さんに行ってシングルなんで、そんなに本当に余裕がないんですよね。だけど、なんですかね、多分これなら絶対行けるだろうって、なんかそう感じるものがあったんですよね。直感ってことですかね。直感もあるし、で、本当にお金なかったんですけど、やっぱり先に払うって決めることで動くものもあるじゃないですか。いや、あると思いますね。僕も昔そういう感じでずっとやってきたんで、お金ない時から。あれ意外とあれお金がなんか降ってきたなみたいなところもいろいろあって、もちろんその仕事以外でも、予期せぬそういうキャッシュフローができたりとかっていうのがあるから、はいはい、やっぱりどちらにせよまず自分がその流れを、舵を決めてしまうってすごいでかいことなんだなって思って、学ばせてもらってますね。ことですね。まあ、何においてもそうだと思うんですけど、まあ、やろうと思ったらそれを達成するためのできる理由が見えてくるし、まあ、逆にね、できないと思ったらできない理由っていくらでも出てくるんで、まあ、そこを自分でも決めるってことですかね。こっち行きたいと思ったら、そうですね、それに、じゃあそれのためにどうすればいいのか。だからもっと早くからやっとけばよかったと思いましたね。もっと早くからやっておけばよかった。そうですね、こんなに変わるんだっていうのが、なるほどですね。じゃあこの動画をですね、見てくださってる皆さんも、ぜひですね、この SNS を使ったマーケティングで、自分が今ね、できることから一つずつでもいいんで、ほんとちっちゃいセミナー参加してみるとかでもいいですし、何か僕の動画で学んでみるとかでもいいんですけど、何かね、一つでも少しでもね、行動に移していくことで現実というのはね、徐々に変わっていくというのもですね、今回金子さんとこの動画を通じてですね、伝わったらすごい、僕らも嬉しいなと思います。はい、ということで、最後になんですけども、金子さん、今、これから LINE アットもですね、日々配信されている、行かれるということで、プレゼントとかって今、LINE アットに登録されるともらえたりとかってしますかね？あ、はい、作ってます。OK です。インスタグラムの、活用マニュアルを配布しておりますので、よければぜひご覧になってください。はい、じゃあ、金子さんのですね、LINE アットも下の概要欄の方にね、貼らせていただきますので、そちらでね、LINE ドット待ちになっていただくと、金子さんから Instagram の活用マニュアルというのをですね、今だけ無料でプレゼントいただけるということですので、ぜひね、そちらもチェックしてみてください。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひね、この動画も勉強になったよという方は、高評価ボタンね、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、金子さん、本日はお時間いただき、本当にありがとうございました。ありがとうございました。